サルビア整骨院の小泉です。今日はボールを離す位置について、ご紹介したいと思います。タイトルにもありますようにボールを前で離すのは良くないというふうに、言ってるんですけども、それは何でなのかっていうことを お伝えしたいと思います。まず実際に投球動作を2つ、ご覧ください。今実際2種類の投球動作を見ていただいたと思うんですけども、前で話すっていうのが良くないっていうふうに言ってるんですけど、前で話すっていうことは結論から言うといいことです。よく今なんかだと選抜の甲子園が出てて、解説の方がボールがしっかり前で話せてますねとか、ボールの球の持ちがいいですねこのピッチャーはとかっていう話を結構よく耳にします。なのでボールを前で離そう前で離そうっていう風に、そこだけ、そのボールを前で離すっていうことだけを意識して投げてしまうっていうことが良くないという風に、思っております。さっき2つの投球動作、比べてもらったと思うんですけど、前でボールを前で離そうと思うと、どうしてもこの体の開きが速くなってしまって、最終的にこう押し投げ、押し出すような、よく言うダーツ投げって言うんですけど、こうダーツを投げるようなここだけしか動きが出ていないんですね。これだとどうしても肘や肩に負担がかかります。なおかつこうせっかくこう足を上げてこう体のためを作ってひねりを使っていって、下半身からの力をこう 上腕に伝えて、最後指先離すっていうふうにこう力の伝導を持ってきているに対して、急にここだけのこの運動っていうこと自体はこう投球動作の軸回転なので、この軸回転に対してはこう不都合な動きになってきてしまうんですね。なので軸を中心に回転する、でなおかつ体重は横に平行に、平身運動って言うんですけど、この運動を伝えようと思うと、手を前で離すっていうことは結果手が前で離れたっていうようなイメージが一番ベストです。なので手を前で離す、ボールを前で離すような意識だけを持ってしまうと、どうしてもこういうふうな前に手だけ突っ込んで投げるようなイメージになってしまいます。そうではなくて、この回転を生かしながらしなりを作って、で上半身の胸の反りですね、この反りを出しながら重心が移動してくることによって前で離れるっていうことが、まあ一番理想的な投球フォームになるので、こう前でボールを離さなきゃいけないっていうふうに意識して投げようと思うと、どうしてもこういうふうな手がこういうふうな出し方になってしまいます。ではなくて、前で投げようとするんじゃなくて、重心をしっかり移動させる、足をしっかり出して、まあ 右ピッチャーの場合だったら、まあ右利きの選手であれば左足、まあ前の足にしっかり体重を乗せてからボールをリリースしていくっていうふうに、体重を移動してくれば、こういうふうに体重がしなっていって最後ここでボールが離れるという感じになってくると思いますから、こういうふうにどうしてもこう押し投げてしまって肘が痛くなったり肩が痛くなったりっていう方はすごくうちに多く来ています。でなおかつその力の伝導、力の伝達っていうところに対してはすごく悪いことになってしまうので、まあ、パフォーマンスの低下にもつながりますし、まあ怪我にもかなりつながります。でうちでも投球動作を見せてもらうと、まあ、肘痛い肩痛いっていう方は結構この押し投げ、ダーツ投げみたいな形で投げてる人がすごく多いです。なので最初はこのどうしても前に投げなさいって言ってるのに、急にどこに投げたらいいのって話になるので、うちでよく言ってるのは右目の前ですね、右目の横、よく言うこれが
ゼロポジションっていうんですけど、肩甲骨と腕の骨っていうのが一直線になってる状態、肩の関節が一番動きがスムーズな状態で筋力が全て発揮しやすい位置っていうのがゼロポジションって言われているところなので、このところでリリースしようと思うと、ちょうどここの目の横この辺ですねになるので、ここのライン上で体重をかけていって離すっていう風にイメージしてもらうといいと思います。前で離そうと思うと、どうしても自分の目の前で離そうという意識が働いてしまうので、こういう風なダーツ投げになってしまうんですけど、右目の横で、離すような意識を持っていってくれれば、こっからこのまま軌道が乗っていって前で離れてっていう風になるので、より肩甲骨もしっかり動きますし、周りの筋肉もしっかり動いてくれて、肩に負担も少なくて、なおかつ強い力強いボールが投げれるようになりますから、前で離すっていうこと自体は、まあ、もちろんすごくいいことです。なんですけど、結果として前で離れてるっていうことがすごく重要です。なんで、まあ、ボールを前で離さなきゃいけないっていうふうに思って投球動作をしていると、さっき言ったようにこの前の縦の運動っていうふうに単なるこういうふうな運動になってしまうんで、これはどうしてもどう考えても力が弱いですね。それよりもこのしなりと回転を使っていって肘を出していってくれた方が、球のスピードっていうのはもちろん出ますし、飛距離も出ます。なので、まあ、例えばコーチの方とかいらっしゃって、もし見ている方がいましたら、まあ、ボールをもっと前で離した方がいいのになって思っている選手に対しては、もっとボールを前で離しなさいよっていうふうに伝えるんじゃなくて、もっと重心を移動させてからボールを離しなさいって言ってあげた方が、すごく理解しやすい、でなおかつパフォーマンスも出やすい、で怪我の予防にもなるっていう感じになりますから、言葉一つでもだいぶ違うんじゃないかなと思っています。なので、まあ、ボールを前で離すっていうのはもちろん大事なんですけど、それはただ結果だったっていうことだけをちょっと意識してもらえると、また投球動作の中でもこう変わってくるんじゃないかなと思いますので、ぜひ、ご参考にしてもらえたらなと思います。最後まで、ご覧いただきありがとうございました。